はい、チーム T-ROCKS の皆さん、こんにちは、トシです。いつもありがとうございます。ブッキングをやる際にやっぱりなかなか難しいなっていつも思うのがですね、そのいいアーティストさん同士をどうしてもこうね、一緒にやりたいんだけれども、まあ、昨今本当にね、ちょっとなかなかアーティストさんがね、集まらなくなってきているというかね、まあ、音楽人口が本当にね、よく言ってますけれども、ちょっとね、音楽人口というか、こう、そうですね、やっている人たちがね、ライブハウスに出ようっていうね、結構こうそういう気持ちのある人っていうのがちょっと少なくなってはいるのかなと。まあ、もちろんどんどん少なくなってるなっていう感じはしますよ。その自分が生きてきたね、60年代70年代、からだとやっぱりこうガーッと音楽ってね、上がってきて、バンドブームなんていうのもあって、ライブハウスガンガンね、満員でいつもね、大変でね、土日なんかなかなか出れないとかね、みんなこうやりたいっていうね、そういう火がバーってついた時から、やっぱりだんだん今下火になっちゃってね、チロチロ燃えてるぐらいになっちゃってるから、まあまあそうなんですよ。それでね、困るのがね、そこはね、でもまあやりたい人はまあいるからまだあれだけども、困るのが簡単に言っちゃうと、例えばすごく意識の高い人がまあね、アーティストさんがいるとして、でそういう人をこうブッキングで呼んで、その時にもうちょっと意識の低いというか、まあ素人さんに毛が生えた、まあみんな我々も素人だけど、まあそういう差ってあるじゃない、レベルの差ってあるじゃないですかね。でそういうのとね、一緒になった時に、その意識の高い方がいや、どうしても嫌だと、ああいう人と一緒には出たくないっていうこと、それを言われるっていうのがね、辛いんですね。で僕ももちろんその好き好んで別にね、適当にどんどん組むっていうことはなくて、やっぱりちゃんと考えてんだけれども、なかなかその今さっき言ったみたいに少ないとか予定合わないとかいろいろあるんで、そのちょうどいい、ね、レベルさんとね、組みたいけどもそれができないっていうパターンはね、まあ、どうしてもあるわけですよ、でそれで、そう、嫌だっていうことを言われると、難しくなるのね、やっぱね、こっちもね、そう、いつもいつも素晴らしいレベルで一緒にこうやりたいけど もうできないっていうのが正直ジレンマね、最近ありますね、ここの、それはお店の力不足だろって言われたら、はい、その通りなんですけれども、そうなんですよ。であともう一つは、そのじゃああなたが言うほどすごい人なのかっていう問題もありますよ。それはいろいろある。本当に確かに あなたにおっしゃる通りだわって思う時もあるし、あなたが言うほどあなたすごくないですよってね、こんなこと言っちゃダメだけど、でもね、そういう場合だってもちろんあるのです。それはしょうがない、ね、あるでしょ。で僕がいつも言ってるのは、よくここで言ってますけれども、じゃあそのさ、レベルって何なのよって話になってくるんだけども、演奏の上手い下手、歌の上手い下手っていうのがまず一つ基準としては、まあ簡単ですよね、ありますよね、はい。それともう一つ僕がよく言ってるのが、僕の考えではやっぱり意識の問題で、ステージに立って、私は今ステージに立ってます、お客さんに、楽しんでもらうように、演奏してます、パフォーマンスしてますっていう意識を持っている人、お金を払っているお客さんに対しての何かちゃんとしたものを見せなきゃっていう意識がある人、その人は僕はすごく評価するんですよね。そうで、そこであんまりうまくなかったなとか、オリジナル曲があんまり良くなかったなとかっていうのよりも、先にそっちの意識の部分が僕は先にまず来てほしいっていう考えが僕はあるんですね、はい。なのでそれは僕の考えですけども、でそういう人だったら僕は意識が高い人っていうふうに僕はちゃんと見なしているので、上手い人と一緒にね、合わせたりするんですね。でも技術が伴わないから、例えばそういう人が伴わない人がいたとして、その意識高い系の人から、ああいうレベルの人と一緒にやりたくないって言われるのは、まあでね、まあ分かるんだけれども、その気持ちはよく分かるんだけども、でもあの人も意識高いですよっていうふうにはちょっと僕は言いたい部分も、まあなきにしもあらず、まあでも技術的にね、良くないからって言われたら、まあその通りかねってなっちゃうんだけどもさ、そうでね、そのなかなか難しい問題なんだけど、これもね、でじゃあ僕が、ライブ外れた時はどうだったかって思うと、僕はそれはね、人によるんですよね。だから人による、あのなん
どういうことかというと、僕はね気にしない方だったんです。別段その対バンの人の技術云々とかあんまり気にしない、まあジャンルはできればあった方がいいけど、あんまりブルースとかパンクバンドとかと、ね、一緒にやるとお客さんも違うからね、やりづらいなっていうのはあるけども、その技術とかね、その何ていうかね、そういうのあんまり気にしたことは僕なかったので、っていうか逆にさ、下手くそな人の後にやったらさ、俺たち あの引き立て役やってくれてありがとうぐらいな感じじゃんみたいに思ってたから、あんまり別に、うん、下手な、まあありますよ、すごく素人っぽい中にドカンって入れられちゃう時だってもちろんありましたよ。でもあんまり気にしたことなかったんで、まあいいや、自分たちが引き立つだけだからいいやぐらいな勢いで思ってたんで、うん、それは人それぞれ。でもやっぱりある一定のレベルがすごい高いところに自分はね、いつもやりたいっていう人もね、いておかしくない、うん、それはね、それはいいと思うんですね。はい、そうなんでいいんだけども、ただ一番初めに言った通り、昨今この、ね、ご時世、本当にね80年代ぐらいのね、もうライブハウスいつも満タンですよっていう状況からのまんま多分やってる方もいっぱいいるんで、そういう人っていうのはそのまんまそういう風だと思ってると思うんですけれども、そんなことないんで、今ね昨今ね、いろんなライブハウスもまあまあ苦労してると思うんですよ。うん、本当に90年代ぐらいからだんだんとこうなってきてるから、うん、その辺はね多分ね、別にねあなたのことをねバカにして、その何素人っぽいような人たちの中に入れてるっていう風にね勘違いしなくていいと思いますよ。そんなことないと思いますよ、全然そんなことないと思います。本当にいないんだと思います、普通に正直言っちゃうと。うん、そうなの。でもまあそのさ、素人っぽいっていうのもなかなかなんだろうね、まあ、一概にいけないのかっていうと、まあ、そういけないこともないのよね、まあ、素人相手にするライブハウスなんだからさって話になっちゃうと、そうなのよ。でただそのライブハウスの中のなんとなくこのあれはあるよね、多分あるよね今でもね、うん、そうあるんだけど、うちはね今言ったみたいに、そのできれば意識は高く持ってほしい、ね、だけど演奏技術の方が落ち着かないんですよっていうのは、僕はね別にねそんなにね、うん、だってほっといても上手くなるわけじゃん、演奏技術とか歌とかはさ。あとはもうさ、そのできれば自分のオリジナル曲を磨いていってほしいとか、まあ、カバーでもいいけれども、どんどんそのいいのお客さんに見せるようにっていう意識さえあれば、気持ちさえあれば、僕はすごくそれでいいと思ってる。その意識ない人が一番僕あんまり好きじゃないんで、そうそう、ふざけてやってるというか、なんていうのかね、そうだね、バカにしてステージやる人っていうのは僕は一番あんまり好きじゃないんで、そういう人上手い人もたまにいるんだよね、逆転してる人、うまいけど随分なんだろう、ステージに対する意識低いんだねっていう人ってやっぱりたまにいるんで、僕そういう人はあんまり好きじゃないんですけれども、うん、その逆の人は僕は応援したいと思ってますね、はい、だからそういう人っていうのは僕はもうアーティストとして認めてるんですよね、意識がちゃんとある人ですよ。そう、あんまりうまくなかったとしても何かいいものを届けようとお客さんにっていうふうに思ってる人は、僕はもうそれで意識が、高いなと、アーティストとしてね僕は認めてるんですけれども、はい、だその辺がねちょっとね、話戻しますけど、ブッキングね難しいんです、正直言って難しいです。上手い人と上手い人だけ、意識高い人だけ集めるのがちょっとね難しいんだけども、その辺は T-ROCKS の場合はちょっと頑張ってますけど難しいかもしれないっていうことですかね、はい、そんなお話を今日してみました。はい、また聞いてください、ありがとうございます。